イギリス軍が誇る空母クイーン・エリザベス。その誇り高い女王艦に、アメリカ軍の F-35B 戦闘機が満載され、北海で合同訓練中ということです。空母クイーン・エリザベスは、F-35B を乗せるため、クロスデッキ訓練を行ったということです。これはイギリスだけの話ではありません。日本も、護衛艦いずもで、クロスデッキ訓練を行うために、改修工事に入っているのです。今回は、護衛艦いずもの改修工事計画と合わせて護衛艦加賀の工事計画も見ていこうと思います。クロスデッキというのは、空母の共同仕様ということです。デッキ、甲板をクロス、交差させるということですね。自国の空母に離着陸させるのですから、どの国の戦闘機でも良いというわけにはいきません。だからこそ、同盟国の戦闘機でなければ、クロスデッキ訓練は、しないでしょう。そしてクロスデッキを行うということで、同盟国の関係の深さを世界に知らしめることができるというわけです。では、クロスデッキ用の改修工事とは、どんなものでしょうか？まず、艦首部分を四角に改修して、急ピッチで完成目指して、作業を進めています。クイーン・エリザベスには、F-35B 戦闘機が、一杯に搭載されているのですが、その光景を見ると、圧倒されるようです。出雲を回収したら、日本の艦艇にも F-35B 戦闘機が満載されることになるのでしょうか。その下準備というわけでしょうか。山口県の岩国基地では F-35B 戦闘機を大幅に増やして運用する予定になっているとか。2020年9月末、防衛省は2021年度の防衛予算の概算金額を公表しました。その額が、史上最も高額の合計5兆4898億円になる見込みということが明らかになったため、その内容が話題になっているのです。特に注目されるのが、対象となる場所、領域として、宇宙空間、サーバー空間などへの対応を想定していることに加えて、電磁波など新規分野も網羅しているということです。これは、今後の防衛の方向性を示すものと言えましょう。現実の地上や海上、海中での戦闘ではなく、コンピュータ上でボタン一つで勝敗が決する戦争の時代が身近に迫っているような気がします。敵の名前も顔すら知ることなく、倒せるというのはバーチャルだけかと思っていましたが、現実世界でもあり得ることらしいです。そして、そうなったら、戦争というものに対して、無感動に対峙する人間が増えていくことになるのではないかと、不安に感じるのは筆者だけでしょうか。さて、前述のように、新しい分野への対応もしつつも、同時に、現在の事態への対応も必要ですね。その対応と考えられるのですが、現有のヘリコプター搭載型護衛艦いずも、加賀に本格的な航空母艦化工事を行うため231億円という高額な具体的改修費用が盛り込まれたところも注目されるポイントとなりました。さて、航空母艦という言葉だけを見るとはかなり大きいというか重厚、深刻なものと感じられますね。戦争につきものといった感が否めません。その通り、出雲、加賀の航空母艦化という動きは、ややもすれば、言葉だけが一人歩きしてしまう、傾向を生みました。その是非をめぐって、専守防衛を理念とするはずの自衛隊が、攻撃型兵器である、航空母艦を保有してもいいのかという批判が上がっていることも事実です。自衛隊の趣旨から、
攻撃的兵器保有は容認できないとする意見ですが、弾道ミサイル防衛に関する敵基地攻撃能力の獲得という事態とも絡んで、議論の対象にもなっているのです。当然といえば当然ですね。今までの理念を簡単にスルーしないでほしいし、何と言っても血税で購入するわけですから、しっかりとした、誠意ある説明は、絶対必要です。言葉としての攻撃的兵器というレッテルなら、すでに、海自の主戦力として欠かせない潜水艦は、軍事上の種別では、攻撃型潜水艦と呼ばれていますから、これも、問題なのかという反論が上がりました。要するに、艦艇や航空機、車両など兵器自体というより、実装する兵装、武器によって、どんな風にも運用できるのですから、それをスルーした批判は無意味ではないかという反対意見も湧き上がったのでした。ここで改めて考えてみると、2隻の護衛艦出雲とかがを航空母艦として改修し、F-35B ライトニング2戦闘機を艦載機として搭載することは、南西諸島方面に圧力を増しつつある中国海軍に対する強力な抑止力になるだろうという期待感もあるようです。この F-35 ライトニング2戦闘機は高度なステルス性能を持つ戦闘機ですから、敵のレーダーに探知されることなく、敵艦艇や航空機、陸上部隊などの対艦、対空、対地攻撃任務に従事することができるのです。そうなれば、尖閣諸島の防衛、万が一中国に強奪されたとしても、奪還に貢献してくれるはずと見込まれているのです。このように、尖閣諸島方面などを目的とした、海上から F-35B ライトニング2戦闘機を離着陸させられる護衛艦出雲、加賀は、中国を牽制するためには、必要不可欠な戦力になると考えられているようです。では、この改修工事は、どんなスケジュールが予定されているのでしょうか。具体的な出雲、加賀の航空母艦化改修工事日程ですが、2020年にはすでに出雲、が、約31億円の経費で、飛行甲板周りの強化工事を行っているそうです。とはいえ、この工事完了は、まだ第一段階に過ぎません。この次になる5年後の定期点検時に、再度改修工事を行うことで、やっと、すべての航空母艦化改修工程が終了することになります。ここで、ようやく F-35B ライトニング2戦闘機の運用可能というわけです。こういったスケジュールなので、従来は、2021年に、大規模定期点検に入るかが、一度に、改修工事をすべて終了し、伊豆、最寄り先に航空母艦化が完了するというのが一般的解釈でした。ですが、今回2021年度の防衛費の概算要求内容を見ると、加賀の改修も2度に分けて行うということが判明しました。1度目は、約231億円の経費で飛行甲板を拡張する、大規模な工事となるということが分かったのです。その理由ですが、現在の加賀、破水直離着陸で運用されるヘリコプターのみに対応した船体です。それを、短距離離陸、垂直着陸が可能な F-35B ライトニング2戦闘機を運用するために、飛行甲板を広げる必要があるということでの工事です。具体的な工事内容ですが、現在は、艦首方向に向かって、緩やかに狭まっていく、形状をしている艦首ですが、それを、スクエア、四角形状に直して、飛行甲板の、長さや面積も拡張することによって、F-35B ライトニング2戦闘機を運用するのに、最適な形状にするという工事です。この改修工事を加賀は、1回目の改修工事で行う予定です。
5年ごとに行われる2回目工事では、F-35B ライトニング2戦闘機を収容するための艦内区画の変更を行う予定になっています。2回目の改修は、アメリカにおける同期運用方法を参考にするのではないかと思われます。したがって加賀の改修が終わるのは2026年度以降と考えられます。出雲は2024年度以降に2回目改修工が終わると見込まれます。どちらにしても伊豆、物語が少し早めに航空母艦化が実現すると推測されるのです。では、日本が期待する F-35 ライトニング2戦闘機について少し説明しましょう。何と言っても気になるのは、そのお値段ですよね。果たして、どれほどの巨額予算が注ぎ込まれることになったのでしょうか。改修工事と補償を合わせるかのように、調達予算が組まれている F-35B ライトニング2戦闘機です。2020年度予算は6機購入予定で、経費は793億円。実際に購入するのは2024年ということです。2021年度予算では2機購入で経費264億円。これも実際の購入は4年後の2025年という計画になっているそうです。2024年と2025年の2年で調達予定になっている F-35B ライトニング2戦闘機ですが、どちらも1機あたり調達価格を計算すると約132億円になります。ライトニング2シリーズには A 型、B 型、C 型の3種類あって、日本が購入したがっているのは C 型です。計算したように、通常滑走路仕様である A 型に比べると高額ということでお分かりでしょう。出雲、加賀がこういった改修工事後の艦首はアメリカの強襲揚陸艦の形状と同じのものになりますが、カタパルトのない航空母艦にはよくあるスキージャンプ式発艦の採用は見送られることになりました。艦載機としての F-35B ライトニング2戦闘機の運用のみを考えれば、スキージャンプ式がないということで、燃料や兵装の積載に制限が生じることになり、デメリットとなります。しかし、対戦勝海洋は言うまでもなく、航空母艦上では、ヘリコプターの運用もしなくてはなりません。そう考えた場合、あちら立てれば、こちら立たずではなく、両方を成り立たせるため、苦肉の策とも言える判断だったのではないかと感じられます。